こんにちは、サロンワーク動画です。今回はジェルのオフからジェルのニューセットまで動画を撮っていったので編集していきます。まずはオフからしていきます。前回アシンメトリーで貝殻ネイルのデザインをしたお客様のネイルなんですけれども、今オフしている方の手はアクリルが表面に乗っているので、アクリル部分はもうマシンでほとんどなくなるぐらい削っていっちゃいましょう。その時にずっと1本の指削っていると摩擦熱で熱くなってきてしまうので、交互にね、どんどん少しずつ少しずつ薄くしていきます。アルミを指の下に置いたら、コットンを爪の上に置いて、コットンにリムーバーを浸してアルミを巻いていきます。もう片手のオフもしていきます。もう片手のオフをするときに、今回このベースに集塵機を置いていきました。いつもサロンワーク動画に撮影をするときは、サロンワークの撮影をするときに使っている三脚の足の部分が集塵機にちょっと当たってしまうので、少しね、作業がやりづらかったり撮りづらかったりするので、サロンワーク動画の撮影をするときは集塵機いつも置いてないんですけれども、結構ね、質問が来るので今回は置いて使っていきました。結構ね、両手に乗るダストの量をね、見てもらうと結構違いがわかると思うんですけど、最初の手がこういう感じでね、もう真っ白ですね、私の手が。集塵機を置いた方の手はダスト乗っかってる量だいぶ少なくなってきますね。マシン持ってる右手の方とかはね、もうほぼほぼダストが乗らない状態で、しっかりと集塵機にダストが吸われています。で、両手とも削っていったら、最初の方の手に戻っていきます。で、溶けている部分をメタルプッシャーで落としていって、溶けていないところはもう一度巻いて溶かしていきましょう。無理に落としていくと爪の表面持っていかれちゃったりして薄くなってしまって、地爪が薄くなるとジェルが浮きやすい原因にもなってしまうので、無理に落とさないように気をつけてくださいね。溶けている部分だけを落としていきます。なので、まず5本一度落としていったら、もう片手また行ってもらって、でまた戻ってきてっていう順番にしていくとスムーズに溶けてくれますよ。オフが終わった指は先端もついでに一緒に整えていっちゃいましょう。オフが終わったらグリーンビットを使って甘皮を押し上げていきます。甘皮が押し上げ終わったら、あとはいつも通りバッファーで表面をバッフィングして、キューティクルニッパーで甘皮を整えます。で、ちょっと動画を撮り忘れてしまったんですけれども、プレプライマーを塗ってからベースコートを塗っていきます。アクリルパウダーを使ってマシュマロネイルを作りました。今回作ったこのマシュマロネイルは、前に別のお客様に施術をしたことがあるデザインで、私のインスタの画像を遡って見てくれて、その時の画像を見つけてオーダーをしてくれました。マシュマロはカラフルに作っていきます。ピンクのマシュマロやイエローのマシュマロ、水色のマシュマロなど指によって色を変えていきます。まず真ん中の1本を作ったら、上下に1本ずつ増やしていきます。上下に使ったピンクはパステルのマット寄りのピンクを使いました。さらにその上下にはまた色違いのピンクを使っていきました。他の指も同じように色違いのカラーで、同じピンクはピンク、水色は水色、イエローはイエローという風に指ごとに色を分けて、その1本の指の中でカラーのバリエーションがあるように作っていきました。全部マットカラーにするというよりは、少し透け感のある色やラメが入っている色を混ぜていくと動きが生まれて、とっても可愛いですよ。
マシュマロの 3D が作り終わったら、今度はペイントでチョコレートスプレーを描いていきました。アート用の細い筆にアート用のカラージェルを取り、チョコレートスプレーを一本一本描いていきます。今回のデザインはマシュマロが3本、チョコスプレーが2本のデザインだったので、2本チョコスプレーを描いたらライトに入れて一度硬化してから表面をトップジェルでコーティングしていきます。もう一度トップジェルを塗ったら、今度はカラーパールを使って爪の周りを囲っていきます。爪の周りを囲い終わったらライトに入れて硬化をしていきましょう。カラーパールの色は3色が交互に並んでいくように置いていきます。パールを置いていくので、柔らかいトップジェルだとパールが流れてしまって置きづらいので、少し固めのスカルプ用のトップジェルや、もしくはビジュージェルを使ってもらうとパールが置きやすくなりますよ。パールを置いたら思っていた以上にこのねチョコスプレーが隠れてしまったので、少しチョコスプレーを後から上から足していきました。トップコートを全体的に塗っていきます。この時にパールもしっかりとトップジェルで埋めていくんですけれども、結構ね根元のところとかサイドのところもしっかり埋まるように塗っていきます。ノンワイプトップでツヤツヤコーティングをしていきます。アクリルで作ったマシュマロの指なんですけれども、ここは通常のトップジェルを塗ってもいいですし、アクリルがかなり硬い素材なので、もう今みたいに直接ノンワイプトップを塗ってツヤ出しのみでも大丈夫ですよ。ライトに入れて硬化をしたら完成になります。かわいいパステルのマシュマロネイルが完成になりました。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。また見てね。